混合列車を牽引する R370.03 号機、シチリア島中央部のバールグアルネーラカロッペーペフキン、ピエトラルサ国立鉄道博物館で生体保存されている R370.023 号機、2012年、イタリア国鉄 R370 蒸気機関車は、イタリアのイタリア国鉄の 950mm 機関の路線で使用された、 山岳鉄道用ラック式蒸気機関車である。イタリア最大の島であるシチリア島では、イタリア国鉄による路線網の整備は 1435mm 期間の路線網の整備と並行して、1900年代には、狂気の 950mm 期間での路線の建設が始まって1900から20年代に順次、開業し、 これに私鉄として1884から86年に開業していたパレルモサンエラスモ駅、コルレオーネ駅間の路線が加わって、イタリア国鉄の狂気路線網を形成していた。これらの路線が整備された目的として、沿線の旅客や農産物等の輸送があったが、これに加えて、シチリア島内で産出していた洋の輸送が大きな目的となっており、一部路線は、 シチリア島内山幹部にまで至っていたため、以下の路線は一部の区間をラックレール区間とした山岳路線として整備されていた。これらの路線のラック区間はいずれも建築コスト削減のため、最急最急勾配を75%パーミルに抑えつつ、ラックレール方式は単純なシトループ式としており、この区間で使用する蒸気機関車として導入された機体が本校で記述する。 R370 である。R370 は小型のラック式蒸気機関車として1911年から1929年にかけてイタリアのサロンの及び OT で計48機が製造されたもので、ラック式の蒸気機関車の単一形式としては欧州最多機数の形式となっている。この機体はイタリア北部のチェーチナと サリーネディ・ボルテッラの間を結ぶ 1435mm、機間、最急勾配100パーミルのチェーチナ・ボルテッラ専用に、イタリア国鉄が、スイスの SLM から導入した980、蒸気機関車をベースとして 950mm 機間対応とした、車軸配置、シーズ、出力 264kW、運転整備重量38.1トンのもので、 ビンターツール式と呼ばれる、ラック式駆動装置を装備している。粘着動輪とラックレール用ピニオンの双方を駆動する、ラック式鉄道車両では、動輪のタイヤの摩耗等による、動輪系の変化に伴って、動輪とピニオンの収束に差が出るため、1900年代以降は、粘着動輪とラックレール用ピニオンを別個に、駆動するために4シリンダ式としてシリンダー及び、 便装置に式を装備するものがほとんどとなっており、その方式として、ビンタートゥール式、アプト式、ベイヤー、ピーコック式、クローゼ式ほか名称のないものも含めいくつかのものが存在していた。本形式で採用されたビンタートゥール式は、考案した SLM の所在地の名を取った方式で、ラック式駆動装置用のシリンダを粘着式用の上部に配置して、 大枠上部に装備された中間軸を駆動し、そこから一眼原則で大枠に装備された駆動用のピニオンを駆動する方式で、スイスのアッペンツェル機動会社に1904、9年に導入された SLM 製の HG2、4型や同じく、スイス国鉄ブリューニック1 0に1905の26年に導入された、同じく SLM 製の HG3、 三型で実績のあるものであり、イタリア国鉄が導入した980は、後者を拡大した設計であったほか、R370 は、同じく後者と比較して、ボイラー容量が若干増加、走行装置悪い似のディメンジョンの機体となっていた。R370 の側面図 R370 の駆動装置付近、第1動輪と第2動輪間の内側に見えるギアが、 ラック区間用ピニオンで、第二道輪の斜め髪型の駆動軸から一段減速で、駆動される立体のピアッツアルメリーナカルタジローネ、線のピアッツアルメリーナ駅、1925年頃、デルカーラフィラガマガッツオロ線のビボの美貌な駅。ありがとうございます。